高井治は、日本の土木技術者、地方公務員。北海道副知事を経て、伊藤組、代表取締役会長、北海道経済連合会副会長、北海道釧路市生まれ。1968年北海道、札幌東高等学校卒業、1974年、北海道大学大学院工学研究科土木、工学専攻修了。 同年北海道入庁。函館土木原業所勤務。1998年北海道総合企画部製作室参事。1999年北海道総合企画部構造改革推進室参事。2001年北海道帯広土木原業所所長。2002年北海道総合企画部製作室次長。2003年北海道総務部知事室長。 2004年北海道知事政策部知事室長。2005年北海道経済部参事官。2007年北海道環境生活部長。2009年建設部からは初となる北海道副知事に就任。2015年伊藤組、土研グループ企業の伊藤組顧問に就任。同年空席となっていた伊藤組、代表取締役会長に就任。 2016年北海道経済連合会副会長。2018年には吉沢義信の後任として高橋晴美北海道知事講演会北海道を愛するみんなの会会長に就任。2019年に高橋知事が退任して参議院議員に転じた後も同職を継続した。2021年随法中受賞受賞。ありがとうございます。